月がポンと出りゃ星がポコ、花がポンと咲きゃ鳥がポコ、いつも世界はポンポコ祭り、ポンとポコとの二人連れ、ポンポコ札幌、ポンポコ札幌。たぬき工事はポンポコシャンゼリゼ。今回はかつて札幌市たぬき工事の2丁目にあった若者向けのバイブルな衣料品店ベニアについて動画にしてみたいと思います。1949年戦後間もない札幌市たぬき工事2丁目、昭和24年に開店した衣料品店でございます。1980年代に流行したボンタンなどの平型学生服を販売していた店舗として、当時北海道札幌市に住んでいた多くのやんちゃな男子学生たちが集う若者バイブル向けの店舗でございました。おそらく当時札幌市に住んでいた男子中学生、男子高校生あたりは必ず1回くらいは行ったことのある店舗だったかと思います。私もそんな中の一人でございました。商品の陳列の仕方に非常に特徴がありまして、今でいうところのドン・キホーテみたいな形で狭い店舗にたくさんの品数を置くスタイルとして、それと値段の安さ、そういったところが若者向けにヒットした要因かと思われます。しかしながら2000年代に入り、たぬき工事商店街の衰退、または若者の人口減少などがあり、2015年の12月に66年の営業をもって閉店されました。閉店セールとして当時660円均一などもやっており、閉店直前にはたくさんの人で賑わった記憶がございます。このベニアと同時期に閉店されたたぬき工事の名物商店といたしましては、2015年1月をもって閉店した中川ライター店があるかと思います。中川ライター店の跡地には後に札幌ドラッグストアが入居いたしましたが、こちらの方もコロナ禍の影響により現在は営業されておりません。ちなみにたぬき工事2丁目のベニアがあった跡地、こちらの方は現在も未利用となっております。建物の方はすでに解体されております。跡地にはホテルが建設される予定となっておりましたが、コロナ禍などの関係によりこちらの方も手つかずの状況となっております。おそらくたぬき工事のベニアと聞いて懐かしいなと思う世代の方は、大体私と同世代かそれ以上上の世代の方かと思われます。視聴者の皆様方はベニアで当時何を買われましたか？そういったことをコメント欄に書き込んでいただいて、皆様方と当時のお話を共有していきたいと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございます。